笠松競馬10レース地方交流重賞の、白銀走破になります。能力偏差値ですけど、 A ランクが1等、 B ランク1等、 C ランク3等のレースになります。統一指数とグラフによる能力適正判断の有用性を確認してください。これから偏差値上位馬の適正分析を指数グラフで解説していきます。最後に適正を反映した予想印を公開します。指数グラフの見方ですが、指数は青色の折れ線になります。黄色線は連帯目安のラインとなります。まず暫定に20丸打ちました。能力偏差値トップ3番ノボバカラになります。金5走では前走、2走前、3走前、4走前、5走前と連続して黄色線を上回っています。特に3走前の名古屋では黄色線を22、4走前の大井では黄色線を16上回る優秀な指数を出しています。能力的には一歩リードした一頭になります。前馬比較してみますと、この馬の赤色は一歩リードしている存在であることがよくわかります。距離適性を見ていきます。距離は紫色の丸、今回は1004になります。指数がピークとなっている3走前の名古屋は1004でした。1004は適距離だと思います。次に展開面を見ておきます。一攫通過順位はオレンジ色の四角になります。指数のピークとなっている3走前の名古屋は6番手からの競馬でした。後ろ目からの競馬が、いいタイプだと思います。ここで先行力分析シートを見ておきます。一攫予想図ですけど、逃げ馬が3頭、先行タイプ5頭います。ハイペースを予測します。先行勢総崩れのリスクを考慮したいと思います。新機能の展開分析シートを見ていきますと、ノボバカラの先行力は60で1位、上がり指数は35で4位になります。ここは先行することもできそうですし、差しに回っても差し味はまずまず評価できます。展開面はプラス評価していいと思います。次に上適性を見ていきます。開催場は指数の上の漢字になります。ここが数字の場合は、当時笠松での出走を表します。過去1年ですけど、笠松での出走履歴はありません。しかしですね、高知、大井、名古屋、浦和、園田といろんな競馬場でまずまずの指数を出しています。笠松も十分に対応できる、と思われます。次にレース間隔見ていきます。横軸一目盛りが、2週間、一開催となります。今回は休み明け叩き2走目になります。過去の、休み明け叩き2走目ですけれど、ちょっと少し遡りますと、ここは約8ヶ月ぶりの休み明け叩き2走目で指数を若干ですが上げています。レース間隔はプラス評価していいと思います。次に暫定20丸、丸を打っております。能力偏差値に7番の馬になります。金5走では前走、2走前、少し遡りまして、3走前の中山まで黄色線を上回っています。能力的には先ほどの、20丸打ちました3番には劣りますが、連単資格は十分だと思います。距離見ていきますと、指数がピークとなっている2走前ですけど、これは1400でした。1400は適距離だと思います。展開面見ていきますと、指数のピークの2走前は3番手からの競馬です。後位からの競馬がいいタイプです。新機能の先行分析シートを見ていきますと、この馬の先行力は60で2位、上がり指数は27で9位ということで、ここは後位には付けられそうですが、ハイペースのリスクがあります。展開面は大きくは評価できないと思います。次に暫定黒三角打っております。能力偏差値3位、1番の馬です。金5走では黄色線を上回ったことがありません。ここは3着候補まででいいと思います。
以上、適正分析を考慮しました最終予想の印になります。褒め20丸打ったのは3番です。能力偏差値トップの A ランク。距離の面でリスクはありますが、レース展開、レース感覚を高評価しています。対抗丸を打ったのは7番です。能力偏差値2位の B ランク。レース感覚、枠順の面で高評価しました。馬券の方ですけれど、20丸打った3番、丸を打った7番、この2等軸に相手は、黒三角1番、白三角10番、×を打った6番、ここまででいいと思います。